かよっぽい。まだのコーナーでも始まらないでしょ。井上 TV ショーへようこそ。皆様お疲れ様です。若干空腹な井上でございます。今回ですね、ガンダムブレイカーモバイルやっていこうと思うんですけれども、本日から開催されました、こちらですね、2020バレンタインガシャということで、ダブルオークアンタフル、クアンタムフルセイバーかが登場してます。で、合わせてですね、ビッグアップ AI パイロットのガシャ、こちらにね、なんとララースーンが登場しましたね。こちらの方も見ていきたいなというところと、その間に挟まれている1日1回限定星3以上確定ガシャ、こちらもね、すごい少ないハロチップで回せますので、90個でできるのかな。で、右上を見ていただくと、ハロチップが 12,330 個ありますので、こちらのうちの 12,000 個を使ってバレンタインガシャ80連、そして残ったね、330個ね、真ん中のね、1日1回限定の星3以上確定ガシャやっていこうかなというところでやっていこうと思います。まずこちらちょっとやってみましょうか。せっかくなんでこっちから回していきます。90個で1回かな。はい、青ですね。1個ですね。1回だ。はい、こんな感じです。はい、続いてこちらから、こっからが本番ですね。ダブルオークアンタムフルセイバーと、本当にね、こちらに関してはもう、このガンプラに関してはもう文句のつけようがないぐらい、全てのパーツが強いんですけれども、この中で特に欲しいなと思ったのが、そうですね、まあ予想とは全然違ったんですけれども、ダブルオークアンタムフルセイバー、バックパックですね。フルセイバーアタックということで、これが威力 A の、全員の格闘攻撃力 29% 上昇、全員の物理耐性 69% 上昇というね、バフ効果付きの、スキルがついた、パーツになってます。そしてね、格闘攻撃力とかも900超えてますので、これ結構いいかなっていうところで、これが一番欲しいパーツです。で、さらにね、タグが、主人公機。これ非常に強力な格闘攻撃力の 10% アップするっていうね、タグになりますので、これも欲しいなというところですね。で、続いて欲しいのが、こっからがかなり接戦というか、自分の中でかなりこう、もうこっちの方がいいんだろうな、こっちの方がいいんだろうなっていうので、なったんですけれども、次に欲しいのが、あ、違いましたね。こっちですね。次に欲しいのはこっちだな。ごめんなさい。次に欲しいの、出てきたかな？これかな？はい、次に欲しいのが GN ソード4フルセイバーです。これがね、2位ですね。僕の中の。格闘攻撃力は4004ございます。そして、時期が接近戦の時に、エグスキルの初期チャージ量が 20% 上昇と。これ最大ですけれども。で、さらに、このワードタグがね、主人公機と接近戦ということで、接近というか格闘攻撃力か、が最大で 15% 上昇させることができるというね、かなり強いパーツになってます。これは欲しい。で、他の武器パーツもすごいいいものばかりなんですけれども、次に欲しいパーツ、3番目ですね。これが、非常に迷いました。腕と足と、あと胴体ですね。この3つですごい悩ましかったんですけれども、この中でね、欲しいなと思ったのが、このボディですね。ダブルオークアンタムフルセイバーボディ。ディフェンスハックね、ベータ。弱体化ですね。デバフ効果で敵全員の格闘防御力と射撃防御力を最大 24% 減少と。これがやっぱりね、強いんで、デュナメスだったかな。デュナメスでも頭で、この、確か、あ、デュナメスはあれか、バフ効果かな。他をちょっと例えると出てこないんですけれども、まあ、耐久力を下げるのは結構強いんで、欲しいなって。しかもね、射撃と格闘両方下げられるんでいいんじゃないかなと思いました。で、腕とかもね、非常に良かったんですけれども、このボディを選んだ理由としては、ワードタグが、主人公と接近戦の、このね、タグの強さが、決め手かなっていうところですね。で、腕と足もね、すごくいいんで、腕もね、すごいいいです。
格闘攻撃力2770、まあ中堅クラス以上ありますかね。で、次期の属性がパワーの時に格闘攻撃力が威力 30% 上昇。これはね、絶対強いと思うんですよ。これもいいです。で、主人公機もちゃんとついてて、ガンダムタイプがついてるんで、耐久性を、あと物理耐性か。耐久力と物理耐性を 5% ずつアップできるって。これもね、全然悪くないというか、むしろいいパーツですね。ネットではすごい評価高かったですね。しかもかっこいいと。うん、で、脚部もね、ジョブがインファイターの時、エグスキのクールタイム 20% 減少と。20% 減少。で、主人公機と宇宙適性と。うん。このパーツ特性がね、この両パーツいいですね。うん。まあ、そんな感じで、今回、狙うのは、バックパック、そして、体験、そして、ボディですね。この順に狙っていきたいと思います。まあ、個人的なんで、他のパーツの方がいいよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、それでいきたいと思います。早速いきましょう。10連目。80分の10ですね。いきます。赤よ、来い！青ですね。怖い。これだよ。いや、恐ろしい。ちょっと怖いな。しょっぱなから青か。行くぜ！ 20 連目。バックパック来い！赤よ、来い！まあ、赤が来ないとまず始まらないんで、来た！2発目、20発目で赤ですね。緑だったか。バックパックと思ったんですけどね。緑。ブルー。ドラゴンガンダムか。近いけど違う。あ！なんだ？何事だ？おー！ボディだ！ 3 番目に欲しかった。ダブルオークアンタム、クアンタフルセイバー。全然読めないですね。これで欲しいパーツ、ベスト3が手に入りました。あと2と1です。まあ、全部欲しいんですけどね。そんな全部なんてまず出ないんで、いいでしょう。さあ、2個引き来るか？ 2 枚引き。よし、とりあえずボディゲットですね。ありがとうございます。お、え、いいですね。すごいいいサービス。なんとレベル60で出ました。え、これ嬉しいな。結構キャピタルとかね、その強化素材で困ってるのに、まあ、困ってるところがあるんで非常にありがたいです。はい、ボディはとりあえずゲットいたしました。ありがとうございます。さあ、あとバックパックと体験だな。おっと、ずらした。続いて30連目いきましょう。はい、いきます。はい、よし、いいね。赤だよ。ジンクス、バイアランカスタムマーク2か、ヒカンズの。あー、これも1枚かな。バイアランカスタム腕、緑とは思えない迫力ですね。緑の中でも特に好きなパーツです。やべえ、最後の1枚かこれ。あ、またボディ系だ。ボディ、2個目。うほー、2個目来たか。いやー、まさかの被り。まあ、被ったもね、こう、パーツ特性とかを強化できる。まあ、この場合はエクストラスキルですけれども、強化できますので、ありなのですが、ちょっとね、他のパーツが欲しいな。行きましょう。40年目。怖いなー。行くぜ！よーし、30連連続赤。不吉だよ。ボディから来た。タイタス。おお、早い。3個目。おお、何これ、これペイルライダー。おお、いいね。このペイルライダーのバックパック結構強いです。
確かクールタイム短めの威力 Am だったかな。すごいいいパーツですね。ありがとうございます。これは思わぬ収穫ですよ。正直ね、あのプレミアムペレットで交換しようか迷い続けてるパーツで、今回も多分他のパーツになっちゃうんじゃないかなと思って、もうね、欲しいなって気持ちがすごいあったんですけれども、いや怖い、ずっと緑、青きた、これで終わりかな、ランドセルかよ。はい、ということで40連目ペイルライダーバックパック初ゲットです。ありがとうございます。これ嬉しいな。ちょっとね、一番欲しいバックパックパーツが別ので出ちゃったからちょっと怖いな。よーし、いいね、いいよ、そうだよ、それでこそだよ。ハイザック、ギラ動画だった。バイエランカースター、バイエランカースター、ガンダムローズ、ガブラン、いやー緑が多いな、緑が多いよ。デッドエンド G か、デッドエンド G かっこいいよな。あー、このボディもかっこいいよね、ジンクスの。でもね、今はダブルオークアンタフルセイバーが見たい。あ、初めてちゃんと言えた。来い、よーし、来た、一番欲しいパーツ来ました。ありがとうございます。ダブルオークアンタフルセイバーバックパック、イエス、よし、いや、いいね、いい流れだ。あと3回かな、30連。あと体験欲しいな、2番目の狙いの、おし、赤、もう何も考えずにがっつり引いた。あー、ジェスタキャノンかっこいい。ジェスタキャノンの脚部は芸術作品ですね、本当にめちゃくちゃかっこいい。ジェガン、昔はね、ほんと、ジム系全然好きじゃなかったんですけど、今は、おと言ってる間に、ダブルオークアンタフルセイバー、腕、おー、これ欲しかった。うん。4番目だね。4番目に欲しかったパーツ来た。ありがとうございます。もうね、順番つけるのもね、もったいないぐらいいい、あの、パーツが勢揃いなんで、ちょっとね、申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですけれども、やっぱりどうせね、ガシャを回す動画を引くので、もう配信するのであれば、優先順位をね、決めないと、面白くないかなというのもあったんで。今のところね、1位のバックパックと3位の、ボディですね、手に入ってます。で、4位の腕が手に入りました。ありがとうございます。さあ、行こう。もう連続で行こうぜ。あと20連。こっから青地獄が始まる気がするな。行くぜ！いいね、めちゃくちゃ赤。え、結構、え、最初の1回だけじゃないか、すごいな。逆にドベル、ジンクス、ジンクス3か、ズダ、ゲルグ J、 ハイダック、あ、ザク2回か。うわー、怖えーなー。これまた最後の1枚か。ジンクス3。いやー、武器来い。武器来い。武器欲しい、武器。武器だよ、武器。あー、またボディーパーツだけど、なんでもいいよ。あー、バックパックかぶった。いいね。これはいい。このかぶりは嬉しい。ありがとうございます。もう終わりかなー。次、ブルーで終わりかなー。ほら、これだ。これで終わりだ。はい、ケンプアの足かっこいい。ということで、70連目終了です。ダブルオークアンタフルセイバーバックパック2個目でございます。欲しい気持ちがちょっとね、出すぎちゃったのかな。ラスト、80連目。いきますよ。もう僕なんかよりね、たくさん引いてらっしゃる方もいらっしゃるんで、この動画物足りないよって方、申し訳ございません。僕の限界は80連でございます。よーしいね。今回80回回して70回赤ですね。これ次は怖えな。
まあね、前回も同じようなこと言ってね、そう。それでマスターガンダムが出たピックアップでボコボコにされてるんで、全く出ませんでした。本当に全く出なかった。なんだかんだ60回ぐらい回しちゃったんですけど、全然出ませんでした。もうこの引きはね、それがあってこそなのかもしれない。中身が大事だからな、でもな。緑多いよ。もう。ジェガン。あ、ブルー来た。まあでもね、赤だとね、絶対星4が1個出るからな。それは安心だな。あー、今のは出赤が良かった。しかも武器5つか。5種類あるのかな、確か。ライフルも含めて。恐ろしい。あー、これはあれだな。ボディや。笑うしかねー。なんだよこれ、マジで。おいおい、なんとね、ボディ3つ目です。80回回して、ボディが3つ、そしてバックパック2つで腕1個。うん、まあいいんじゃないですか。こんな感じですね。はい、皆さんはいかがだったでしょうか。今回ね、挑戦、まあ見事ね1位と3位、まあ、僕の中のね、一番欲しいのと3番目に欲しいのが出てくれたんで、今回は勝利かなというところで、大勝利とまでいかないですね。今回のガシャ結果、勝利でございます。皆さんもぜひね、19日までかな、こちらのガシャ開催しておりますので、00シリーズが大好きな方、お見逃しのないようによろしくお願いいたします。以上、イノベー TV ショー。今回はガンダムブレイカーモバイル、バレンタインガシャお送りいたしました。ご視聴最後までありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録高評価、まあこちらはできればなんですけれども、ガンダムブレイカーモバイルまでやってらっしゃらない方はですね、ぜひダウンロードしてやってみてください。それではまたお会いいたしましょう。ハバナイスゲームイノウェイです。ガンダムブレイカーモバイルおまけ動画いきたいと思います。今回のおまけはですね、ピックアップ AI パイロットの、簡単なこう評価というかあれですね、個人的評価ですね、お送りしたいなというところと、あと交換パーツの方も、厳選させていただきたいと思います。まずは AI パイロット、今回ねあえてこちらからいきます。ルイス・ハレビーさん、耐久力、1144で格闘射撃攻撃力292の防御558か、ちょっと微妙ですね。でパーツ特性が磁気の属性パワーの時、敵の全属攻撃の威力 13% 減少ということで、敵の全攻撃の威力 13% 減少か。で、これね、パーツ特性がレベル10の時なんですけれども、レベル1だとなんと 1% ですね。これかなり低いです。実用性が低い。だから被らして、作り上げてやっと 13% っていうところなんで、ちょっと現実的ではないかなっていうところですね。で、ワードタグが支援機と宇宙適性と。いうところで、ちょっとね、僕の中ではこのルイス・ハレビーさんを知らないんで余計なんですけれども、ちょっと狙わない方が、狙うところではないかなというところです。続いてララースーンですね。もう初代のヒロイン、まさにヒロインの一人ですね。彼女はいいですね。射撃攻撃と格闘防御1184か、近戦、あ、でも、射撃防御力も799あるんだ。射撃攻撃も強くて、防御はどっちもは、まあまあいけますよっていうパラメータ。悪くないと思います。で、パーツ特性が、磁気の属性がテクニックの時、弱体化エグスキの効果 22% 上昇と。デバフ効果が強まるってことですね。いいですね。で、ワードタグがいいです。遠距離戦と、エース専用機と。もうこのエース専用機がね、やっぱり、そうですね。主人公機同様、やっぱ攻撃力 10% 上昇は相当でかいんで、これを揃えるだけでもね、格段にガンプラ強くなりますので、ララースンは、ぜひ狙った方がいい AI パイロットだと思います。続いてですね。こちらですね。交換所、異形コイン交換所ですね。今回アルケイガンダムが登場してます。で、これはね、
ダムね、僕の素人目線だと全然こうちょっとピンとくるところがないんですけれども、どうしたもんかなと思ったら1パーツちょっと気になるものがありました。それがこのバックパックのパーツでございます。パラメータはまあ割と普通かなというところですね。割と普通です。でいいなと思ったのがこのパーツ特性です。磁気が接近戦の時格闘攻撃の威力 25% 上昇。これは結構いいんじゃないかなと。でしかもやっぱり交換パーツなんで、この特性ね、レベル10にしやすいです。かなり実に現実的なパーツかなっていうところで、ワードタグも接近戦がついてていいなっていう。で高機動もついててね、今回の、まあ、今週の、アリーナでこうガツガツに使えるんじゃないかなっていうところで、絶対集めようかな、まあ、絶対作ろうかなっていうパーツの一つでございます。他はちょっと僕の中でピンとこなかったんですけれども、まあ素人目線なんで、もし何かこの動画を見てね、このパーツもいいよっていうのがあったら、ぜひ教えていただければと思います。以上、イノウェイ TV ショー、今回はガンダムブレイカーモバイルおまけ動画でございました。ご視聴最後までありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。グッバイ。